皆さん、ブレーキメンテの仕上げでパコパコしてますか？このパコパコチェック本当大事だと思うんですよ。だから僕はメンテナンスの時に必ずキャリパーピストンは一番奥まで押し込んでおります。奥まで入れる、ダストブーツ内のエアも抜く。スライドピン単体が動きが良かったとしてもキャリパーやブラケットが歪んでることがあるんですよ。その場合組み付けた後もこうやってうまくパコれないし、とにかく最後にこうやってしっかりパコパコしてあげることで故障予防や二次被害を防げるんじゃないかなと、なんて言ってたらこれ使い忘れてない。